皆さん、こんにちは。川崎市根本整体の根本です。今日はストレッチの注意しなければいけないポイントについてお話したいと思います。ストレッチというと一般的には筋肉を伸ばすという認識ですが、伸ばせば伸ばすほど筋肉も材質と同じで限界までいくと切れてしまいます。俗に言う肉離れになりますが、筋肉が切れてしまう、もしくはその筋肉を巻くですね、筋膜が損傷してしまうことが多いです。そのためどれぐらいの力でどこまで伸ばしていいかというお話になりますが、限界を超えていってはやはり痛めてしまう。痛めるのは一瞬ですので、その前にどれぐらいで止めたらいいか。限界まで行くとですね、皆さんは一般的には筋肉しか見ていないと思いますが、私たちはですね、関節ということを意識していきます。例えば上肢をストレッチする際にぐーっと伸ばします。詰まった時に、限界まで行った時にですね、そこから緩めて、でまた戻す、緩めて進む、この今お話した詰まったところからちょっと戻ったところが、実は関節が引っかかっているポイントになります。もちろん筋肉も伸びますが、そこから戻さないでですね、さらに引いてしまうと、最後は場合によっては筋肉を痛めてしまうことにつながりますので、そこをですね、できるだけ少し筋肉を弛緩する程度に緩めるということが重要になってきます。一方方向だけ伸ばせば体のバランスも崩れてしまいますので、あらゆる方向に今お話したように詰めたら緩めて進む、そしてまた逆の方もやってみる、方向を変えてやってみる、常にそういったバランスを考えていった方が体全体的に体も整っていきますし、先ほどお話したような肉離れの予防になっていくと思います。それでは最後までご視聴本当にありがとうございました。